日本47都道府県の県民性今回は日本47都道府県の県民性を学びながら日本語を勉強しましょうこの動画は前半は少しゆっくりのスピードで漢字には振り仮名があります後半は少しだけ速くなり 漢字にふりがなはありません。学習にお役立てください日本は細長い島国ですどこへ行っても日本語が通じますでも旅行をするとエリアによっていろいろな違いがあることがわかります今回は各都道府県の県民性について紹介します 日本人の国民性日本人は礼儀正しくて人を思いやることを大切にしていますまたみんなと仲良くすることを大事にして喧嘩をしないことが多いです仕事では真面目で一生懸命に頑張る人が多いですこれらの特徴は 日本の歴史や文化から生まれたものです。国民性とはその国やエリアの人たちに共通する性格や行動のことです。すべての人に当てはまるわけではないですが、多くの人にそういう傾向があります。県民性を知るためにはまずこの国民性を知。 ておくことが大切です県民性とは県民性というのはある都道府県の人たちに共通して見られる性格や行動の特徴のことです例えばあるエリアでは時間を守ることが大切と考える人が多かったり別のエリアでは 大らかかでのんびりりしししている人がが多かったたますこうした特徴が県民性です県民性が生まれる理由はいくつかありますがその土地の気候や歴史文化などが関係しています例えば寒いエリアでは「我慢強い」という性格が育ちやすいと言われています。 ただし、県民性はすべての人に当てはまるわけではなく、そのエリアに多く見られる傾向を指します。なぜ県民性が生まれるのか。県民性というのは、どうして生まれるのでしょうか。その理由はいくつかあります。まず、その土地の気候が関係しています。 例えば寒いエリアでは寒さに負けないように我慢強くなることが多いです暑いエリアではゆったりとした生活をする人が多くなります次にそのエリアの歴史や文化も大きな影響を与えます例えば 昔から商売が盛んだった場所では人との付き合い方が上手な人が多くなります。また自然災害が多いエリアではみんなで助け合うことが大切だと考えるようになります。こうした気候や歴史文化がそのエリアの人たちの性格や行動に影響を与え 県民性という特徴が生まれるのですただしこれは全ての人に当てはまるわけではなくあくまでも多く見られる傾向というだけですそれでは早速都道府県の県民性を見ていきましょう都道府県の県民性 ご注意ください。今から紹介する県民性はすべての人に当てはまるわけではありませんあくまでもそういう傾向が多く見られるというだけです北海道の人北海道の人たちは明るくて人と仲良くするのが得意ですが 時々粘りり強さがが少ないことがあります昔からの決まり事にこだわらず新しいことを受け入れるため離婚する人が多いです方言はあまりなくほとんど標準語に近い話し方をします仕事ではみんなと協力するのが得意ですが 細かい計画を立てて進めるのは少し苦手です青森県の人青森県の人たちは努力家が多いです冗談が好きで親切ですが世渡りがあまり得意ではないことがあります特に津軽というエリアの人たちは お酒が入ると感情が高ぶりやすいと言われており、そのエネルギーがねぶた祭りを生んだとも言われています。仕事に対しては、一つのことに全力で取り組む姿勢が強いですが、状況が変わるとそれに適応するのが少し苦手です。秋田県の人 秋田県の人たちは忠実で冒険心があり我慢強い性格です。しかし自己表現が少し苦手で無口なこともあります。無口というのはあまり喋らないという意味です。派手なことが好きでお祭りや民謡が大好きです。また、 秋田美人という言葉の通り男の人も女の人も色白できれいな顔立ちの人が多いですが芸能界で活躍する人は少なめです仕事に対しては真面目に取り組みますが計画を途中で変えることがあるのが特徴です岩手県の人 岩手県の人たちは、冷静で粘り強い性格を持っていますが、少し控えめなところもあります。真面目で強い正義感を持ち、一度決めたことにはとても頑固です。仕事では、一つのことに時間をかけて丁寧に取り組む姿勢があり、粘り強さが特徴ですが、 要領よく進めるのは少し苦手です宮城県の人宮城県の人たちは堅実で根気がありますしかし自己主張が少し弱い傾向があります他の東北地方に比べて気候が穏やかなため少し違った雰囲気を持っています 粘り強さもありますが少し薄いかもしれません仙台は東北一の都会であることを誇りに思っており東北のリーダーとしての自覚が強いです仕事では時代の流れをうまく読みながら進めますが秋っぽいところもありマイペースで しっかりした一面を持っている人が多いです。山形県の人山形県の人たちは義理や人情を大切にする人が多いです。堅実な性格を持っていますが、時には完璧さを求めすぎることもあります。勉強家で真面目ですが、 決して暗いわけではありません山形県の人たちは昔から関西との交流が盛んだったためかおせっかいな一面もあります仕事に対しては与えられたことを確実に進める力がありますが独自のアイデアを出すのは少し苦手な人が多いようです 福島県の人福島県の人たちは少し頑固で正義感が強く人情深い性格の人が多いです正直で真面目ですが時には生き方が不器用なこともあります中通りや浜通りのエリアの人たちは 東北地方の中でも南に位置するため明るく開放的な性格の人が多いです仕事では責任感が強くしっかりと取り組みますが自分をアピールするのは少し苦手ですそれでもしっかりとした一面を持っています東京都の人 東京都の人たちは周りの人と仲良くするのが上手です。向上心が強いですが、継続する力が少し弱いことがあります。多くのエリアから人が集まっているため、東京で生まれ育った人は少ないです。親切さが少ないと感じることがありますが、 これは県民性というよりも人が多く集まることによる心理的な影響かもしれません仕事に対しては知恵を使って効率よく進めますが自分のやり方にこだわる傾向があります東京には大きなストレスを抱えている人がたくさんいます 神奈川県の人神奈川県の人たちは都市部の発展に伴って現代的で洗練された感覚を持っています特に横浜や鎌倉などの歴史と現代が交錯するエリアでは独特の文化やライフスタイルが形成されていますまた 自然に囲まれたエリアでは穏やかで落ち着いた生活を楽しむ人が多いです行動的で新しいことに挑戦する気質がありますが個人主義が強いため時には協力し合うことが難しいと感じることもあります千葉県の人 千葉県の人たちは明るくとても好奇心があります。しかし時には熱しやすく冷めやすいところがあります。海に囲まれているため陽気で豪快な性格の人が多いです。仕事に対しては良好な人間関係の中で 自分の力以上の成果を出すことができますが、飽きっぽい一面もあります。また、東京に近いことから、東京の影響を受けつつも、自然を大切にするライフスタイルを持っている人が多いです。埼玉県の人埼玉県の人たちは、 穏やかで実直なな性格を持っていますが、控えめなため、た少し地味に感じられることがあります。都市近郊の内陸エリアとして穏やかで親切な人が多いです仕事に対してはコツコツと真面目に取り組み組織の中で目立たずに無難に過ごすことを好む傾向があります また他のエリアに比べて目立つことをあまり好まないため安定した生活を大切にする人が多いです茨城県の人茨城県の人たちは水戸の山っぽいと言われる埃っぽい理屈っぽい骨っぽい気質を持っています。 この「骨っぽい」というのは強い意志や頑固さを意味し自分の考えや信念をしっかりと持っているということですまた正義感が強く周りとの信頼関係を大切にしながらも時には自分の意見を押し通すことがあります仕事では 良好な人間関係を築きますが結果がはっきり見える仕事を好みます栃木県の人栃木県の人たちは勉強熱心で誠実な性格を持っていますが時には少し堅苦しいと感じることがあります彼らは少しやぼったいけれど 人がよくて飾らないという印象を大切にしています仕事に対しては安定してしっかりとこなすことができムラがなく一定の成果を出しますただし独自のアイデアや創造性に欠けることがあるかもしれませんちなみにムラとは 物事が不安定であるという意味です。群馬県の人。群馬県の人たちはカカア天下と言われます。カカア天下とは女性が家の中で強い権力を持ち、家庭をしっかりと仕切ることを意味します。群馬県の家庭では？ 妻や母親がが主導権を握っていいることが多いです群馬県の人たちは正直で人情に熱い一方で時々短気なところもあります仕事に対しては大きな挑戦をする勇気がありますがうまくいかないと早めに見切りをつけることがあります 彼らは大胆な決断ができる反面状況が悪化すると撤退も早いのが特徴ですまた群馬県の人たちはまっすぐで誠実な性格で人との関わりを大切にしています新潟県の人新潟県の人たちは 粘り強く慎重なな性格な人が多いですただし時には決断が遅くなることもあります真面目で忍耐強く他の人を押しのけるようなことはせず穏やかな性格が特徴です忍耐強いというのはたくさん我慢することができるという意味です 仕事に対しては無駄のない着実な進め方をしますが仕事よりも家庭を大切にする傾向がありますまた積極性に欠けやや頼りないと感じられることもあるようです長野県の人長野県の人たちは 義理がただ少し理屈っぽいところがあります議論を好む傾向があり真面目で執実剛健な一面を持っていますが協調性がやや薄いことも特徴です執実剛健とは飾り気がなく誠実で 心も体もたくましくて健やかであるという意味です仕事に対しては決められたことをきっちりとこなしますが臨機応変な対応が必要な場面は少し苦手です長野県の人たちは伝統を大切にしながらも時には頑固なところがあります 山梨県の人山梨県の人たちは忍耐強く勉強熱心でありながら計算高い一面も持っています学ぶことやビジネスセンスに優れており主従関係を大切にしますが意外に流行にも敏感です仕事においては 職場で深い人間関係を築ければ成功する可能性が高いですが表面的な付き合いを嫌うため人脈づくりは少し苦手ですこのように自分の信念を持ちながらも慎重に行動する傾向があります愛知県の人 愛知県の人たちは柔軟で堅実な考えを持っていますが計算高い面もあります特に名古屋の人たちは堅実でやや閉鎖的とされ流行に左右されず秩序を重んじる傾向があります仕事に対しては非常に熱心で 堅実に事業を拡大していく才能を持っていますがお金に対して強い執着を見せることもあります愛知県の人たちは計画的に物事を進める一方で慎重さを忘れずに行動します静岡県の人静岡県の人たちは 新しいものが好きで陽気な性格を持っていますが時には自己主張が強いこともあります開放的で適度に新しいものに興味を持ち前向きな姿勢が特徴です特に遠東,東海というエリアの人たちは経済に敏感で素早い行動をとる人が多いです 仕事に対しては小さな事業を大きく育てる経営の才能を持つ人もいますがほどほどに仕事をこなすことに満足する人も少なくありません岐阜県の人岐阜県の人たちは粘り強く誠実な性格を持っていますが変化をあまり好まない傾向もあります 初めて会った時には少し距離を感じることがあるかもしれませんが物事をしっかり考えた上で行動します仕事に対しては慎重に進める一方で時にはこれくらいでいいかと途中で妥協してしまうこともあります岐阜県の人たちは安定を大事にして 確実にに進めることを大切にします三重県の人三重県の人たちは穏やかで楽観的な性格を持っていますが自分をアピールするのが少し苦手です穏やかで物事に対してあまりガツガツしないため落ち着いた雰囲気があります ガツガツしないというのは欲を出しすぎず物事に対してあまり強引に行動しないということですつまり落ち着いていてあまり急いだり無理に何かを手に入れようとしない性格を持っています物事を自分のペースで進めるため 周りに対して穏やかでゆったりとした印象を与えることが多いです仕事に対しては真面目に取り組み自分なりのやり方で進めていきますが予想外の出来事が起きた時に対応するのが少し苦手なことがあります石川県の人 石川県の人たちは辛抱強く向上心が高いですが時には消極的なところもあります穏やかでのんびりしているように見えますが感情をあまり表に出さないため何を考えているのかが分かりにくいと感じることもあります仕事では人間関係を大切にし 上司や同僚といい関係を築きますが自分から新しいアイデアを出すのは少し苦手です富山県の人富山県の人たちは勉強熱心で堅実な性格を持っていますが時には視野が狭くなることもあります室町時代から 陰気で知恵があると言われており真面目で素直な生活を送りますが自分から他の人に積極的に理解を求めることは少ないです陰気で知恵があるというのは簡単に言うと暗い性格だけど賢いという意味ですまたお金をしっかり貯める習慣があり 自分の家を持つことが一人前とされており全国で最も大きな家を持つ傾向があります仕事に対しては非常に着実に取り組みますが用心深さが強すぎることもあります福井県の人福井県の人たちは才能があり 粘り強いですが人との付き合いが少し苦手なこともあります。新しいことに興味を持ち柔軟な考え方をする一方でお金の使い方が上手で貯金を大切にする人が多いです。仕事に対しては情報をよく知っていて商売が得意ですが 時には自分の利益を優先することもあります福井県の人たちは新しい挑戦をしながらもお金を大切にする生活を送っています大阪府の人大阪府の人たちは陽気で個性的な性格を持ちユーモアや情に熱い一面があります 現実的で見えや格好を重視するよりも実際に役立つことを大切にします計算高いところもあり物事を金銭の損得で考えることが多いですがその中でも温かい人間関係を築くのが得意です仕事に対しては誰に対しても本音で対応し 全力で取り組みます大阪には個性豊かでユーモラスな人が多く独自の文化が根付いています京都府の人京都府の人たちは勉強熱心で美しいものに対する感覚が鋭いですが新しいものを受け入れるのには慎重で 少し閉じこもりがちなところもあります。個人主義的、都会的な性格で、穏やかで丁寧な言葉遣いをするものの、本当に心を開くのは難しいことがあります。仕事では、ユニークなアイデアを生み出す力がありますが、自分の能力を高く評価しすぎて、 周りと協力するのが苦手なこともありますプライドが高く強い個性を持っています奈良県の人奈良県の人たちは自立心が強く穏やかな性格ですが少し消極的なところもあります 他の人を押しのけることなく、のんびりとした雰囲気で、相手の動きを待つことが多いです。成功すると、住居にお金をかけるため、奈良の立て倒れという言葉があるほどです。奈良の立て倒れという言葉は、奈良県の人たちが成功すると、 住居に多くのお金ををかけることを指しています家を建てるために費用を惜しまないあまり他の部分にお金が回らなくなることを表現しています。これは奈良の人たちが住居に対して強いこだわりを持ちその結果として 家に多くのお金を費やすことが多いという特徴を示しています。仕事に対しては、おおらかで、周りの人のいいところを引き出すことがありますが、自己流にこだわりすぎる傾向もあります。受け身であることが特徴です。兵庫県の人。 兵庫県の人たちは柔軟で好奇心が強いですが控えめなところもあります。特にハリマというエリアに住んでいる人たちは明るくて豪快な気質が特徴です。仕事に対しては人当たりが良くうまくこなす能力がありますがのんびりした性格で あまり野心を持たない傾向があります。兵庫県の人たちは穏やかで適応力がありながらも目立たずにマイペースで過ごすことを大切にしています。滋賀県の人滋賀県の人たちは勉強熱心で柔軟な考え方を持っていますが、 時には自分のアイデアに固執して独創することもあります。大見商人のモットーである三方良しは自分に良し、相手に良し、世間に良しという意味です。取引においてお互いに利益をもたらすことを大切にしています。三方良しは 簡単に言うと自分相手社会にとっていいことを考えるという意味です彼らはあまり贅沢をしません中流意識が高く建て前にとらわれず柔軟に対応します仕事では新しいものに敏感で工夫をして取り組む一方で 自己中心的な面が見られることもあります和歌山県の人和歌山県の人たちは楽観的で穏やかな性格を持っていますが時には自分のやり方にこだわることがあります南部の人たちは明るく親切で人付き合いが得意で 北部の人たちは都会的で行動が早いです。仕事に対しては明るく楽しい雰囲気を作るのが得意ですが、時々調子に乗りすぎて自分勝手になることもあります。岡山県の人岡山県の人たちは明るく堅実ですが、 計算高い一面もあります。前向きで楽観的ですが、時には調子が良すぎると言われることもあります。彼らは物事を効率的に進めることを好み、倹約家が多いとされています。仕事に対しては非常に熱心で、何事もストレートに考える傾向があります。 岡山県の人たちは現実的でしっかりとした性格が特徴です。広島県の人広島県の人たちは明るく楽観的で遊びやお酒が好きな傾向があります。人情深い性格ですが時にはそれが行き過ぎて批判されることもあります。 仕事に対しては気が乗った時に抜群の行動力を発揮しますが責任感はほどほどであまり深く追求しないこともあります。広島県の人たちは周りの人と仲良くするのが上手です。明るい性格の人が多いです。また自由な考え方を大切にしています。 鳥取県の人鳥取県の人たちは純粋で辛抱強いですが少し積極性に欠けるところがありますはっきりとした県民性はないとも言われますが人情深く味のある人が多いです仕事に対しては 目立たないところで堅実に努力を続けて成功する人もいますが多くの人は目立たずに終わることもありますまた鳥取県の人たちは商売があまり得意ではないと言われていますがそれを実感することもあります島根県の人 島根県の人たちは優しくて親切ですが新しいことに慎重で少し控えめな性格を持っています口数が少なく我慢強いところがあります口数が少ないというのはあまり喋らないという意味です鳥取県の人たちと似ていますが エリアの結びつきが強く信仰心が深いです仕事に対しては真面目でいい人ですが人見知りしやすく職場に慣れるまでに時間がかかることがありますそのため最初は少し親しみにくいと感じることもあります山口県の人 山口県の人たちは自分をアピールしたい気持ちが強く上を目指す意欲がありますが何事も自分のやり方で進めようとすることがあります。仕事に対しては褒められると期待以上の力を発揮しますが口うるさいところがありそのため職場で孤立しがちです。 山口県の人たちは個性的で自己主張が強い人が多いです。他の人と仲良くするのが少し苦手なところもあります。徳島県の人徳島県の人たちは人情深く勉強熱心ですが慎重すぎて積極的に行動することが少ないことがあります。 徳島市では大阪に近い影響もあり商売が得意で勉強熱心な人が多いです個人主義的で自分にも他の人にも厳しい性格ですまた徳島では女性が働くことが当たり前とされています仕事に対しては熱心で 一定の成果を期待できますが、独自のアイデアを出すことは少ないです香川県の人香川県の人たちは明るく協調性が高いですが、時には周りに合わせすぎることがあります堅実で教育熱心な面も持っています 仕事に対しては職場での協調性が高くうまくチームで働くことができますが相手が自己主張を強くしすぎると反発する傾向があります香川県の人たちは他の人とのコミュニケーションを大切にしつつも自分の考えをしっかり持っていることが特徴です 愛媛県の人愛媛県の人たちは順応性が高く真面目な性格を持っていますが時には決断力が弱いと感じることもありますおっとりとしたマイペースな性格で他の四国の県と比べると特徴が捉えにくいところがあります保守的で 変化を好まない傾向があります。仕事に対しては思いついたことはすぐに行動に移しますが大事なことに対しては慎重になりすぎることがあります。また人と接するのは得意ですが言いたいことをうまく伝えられないこともあります。 高知県の人高知県の人たちは豪快でまっすぐな性格を持っていますが時には反骨精神を表に出すことがあります高知県の人を表す「囲ゴッソーという言葉があります囲ゴッソーとは強引で頑固で一途な性格という意味です 仕事に対してはリーダーシップを発揮して強引に進め成功を収めることが多いです。しかし他の人の指示のもとで働くと上司に対して批判的になることがあります。最初はとっつきにくいですが親しくなると頼れる存在です。福岡県の人 福岡県の人たちは開放的で明るく時代の流れに敏感で目立つことを気にしません福岡はタレント王国とも呼ばれ芸能人が多いことでも知られています仕事に対しては人情深く職場で良好な人間関係を築くことが得意ですが 遊び好きな一面もありますまた自分の意見をしっかりと主張し他の人にも遠慮せずに意見を伝えることができる性格が特徴ですただし粘り強さに欠けることもあります佐賀県の人佐賀県の人たちは でで勉強熱心な人が多いですただし控えめであまり融通が利かないところもあります昔このエリアの偉い人で山本常友という人がいましたその人が書いた「葉隠れ」という有名な書籍には武士道とは死ぬことと見つけたり という言葉があります武士の行動規範や美徳を表すもので命を懸けて忠義や責任を果たす覚悟を持つことが重要だという意味ですこのエリアに住む人たちの精神を象徴しているのかもしれません仕事に対しては組織を大事に考えて 上司を立てることを大切にしますが新しいアイデアを生み出すのは得意ではありませんそれでも親切な人が多いエリアです長崎県の人長崎県の人たちは陽気で楽天的ですが 長期的な夢を実現するという発想には少しかけるところがあります九州男児のイメージとは異なり開放的でせかせかしない性格が特徴ですせかせかというのは忙しく動き回って落ち着きがないという意味ですまた エキゾチックな見た目の人も多く江戸時代から外国人との交流があったため好奇心が強く開放的で親切な人が多いと言われています仕事に対しては情報に詳しいものの他の人をサポートする面ではあまり得意ではありません大分県の人 大分県の人たちは柔軟で正直な性格を持っていますが物事にじっくり取り組むのは少し苦手です地味でぶっきらぼうですが内面は温かく誠実です方言の特徴として語尾に茶をつけることが多いです例えば 約束は明日だという標準語は約束は明日っちゃもしくは約束は明日ちとなります女性はしっかりしている姉御肌の人が多く男性はのんびり屋が多いとされています仕事に対しては細かい工夫が得意ですが人見知りで 付き合いが少し苦手なところもあります熊本県の人熊本県の人たちは強くて正直で律儀な性格を持っていますが自分の意見にこだわることが多いです頑固で男性的な一面があり自己主張が強いことが特徴です 仕事に対しては上司をしっかり立てて堅実に進めますが時には自分の意見を押し通しすぎることもあります熊本県の人たちは強い信念を持ちながらも誠実でまっすぐな性格が際立っています宮崎県の人宮崎県の人たちは 歴史的な背景やエリアごとの風土の違いから単一のイメージで捉えることが難しい多様な特徴を持っています。一般的に穏やかで思いやりがあり親切で優しい人が多いとされていますが控えめで競争心に欠ける一面もあります。 男性はのんびりとした性格が多く見られる一方女性は活発で行動的な傾向があります仕事においては周りの人たちとうまく仲良くしながら堅実に取り組む姿勢が特徴的ですが新しいアイデアを考え出すことはやや苦手とされていますこのように 宮崎県の人々は多様性に富み、温かく思いやりのある性格が魅力となっています。鹿児島県の人鹿児島県の人たちは強くて開放的で誠実ですが、時には情熱的になりすぎることがあります。彼らは細かい理屈よりも、 まず行動することを大切にする性格が特徴です新しい時代の流れを敏感に捉えそれを現実にする力が強いです仕事では人を上手に使い優れた人材を引き立てるのが得意ですが正直すぎるため自分を売り込むのが苦手になることもあります 非常に仕事熱心な人が多いエリアです沖縄県の人沖縄県の人たちは陽気で外交的でおおらかな性格が特徴ですしかし上昇志向に乏しい面もあります物事を突き詰めて考えず 適当なところかまうちでたすけ合いかばい合うけいうがありますストレスがたまりにくく居心地がいいですがややルーズで厳しさに欠けることもあります仕事に対する姿勢としては趣味の延長のような仕事には 思わぬ力を発揮しますが全体として仕事に対する熱意は低いです心が温かい人が多いです日本47都道府県の県民性はいかがでしたか今後の動画制作に生かしますので感想をぜひコメント欄から教えてください 前半お疲れ様でしたここから先は読み上げ速度が20%速くなりますそれでは後半スタートです日本47都道府県の県の民性今回は日本47都道府県の県民性を学びながら日本語を勉強しましょう。 この動画は前半は少しゆっくりのスピードで漢字には振り仮名があります。後半は少しだけ速くなり漢字に振り仮名はありません。学習にお役立てください。日本は細長い島国です。どこへ行っても日本語が通じます。でも旅行をすると エリアによっていろいろな違いがあることがわかります今回は各都道府県の県民性について紹介します日本人の国民性日本人は礼儀正しくて人を思いやることを大切にしていますまたみんなと仲良くすることを大事にして喧嘩をしないことが多いです 仕事では真面目で一生懸命に頑張る人が多いです。これらの特徴は日本の歴史や文化から生まれたものです。国民性とはその国やエリアの人たちに共通する性格や行動のことです。すべての人に当てはまるわけではないですが、多くの人にそういう傾向があります。 県民性をを知知るためには、まずここの国民性を知っておくというのはある都道府県の人たちに共通して見られる性格や行動の特徴のことです例えばあるエリアでは時間を守ることが大切と考える人が多かったり 別のエリアでは、おおらかでのんびりしている人が多かったりします。こうした特徴が県民性です。県民性が生まれる理由はいくつかありますが、その土地の気候や歴史、文化などが関係しています。例えば、寒いエリアでは、我慢強いという性格が育ちやすいと言われています。 ただし県民性はすべての人に当てはまるわけではなくそのエリアに多く見られる傾向を指しますなぜ県民性が生まれるのか県民性というのはどうして生まれるのでしょうかその理由はいくつかありますまずその土地の気候が関係しています例えば 寒いエリアでは寒さに負けないように我慢強くなることが多いです暑いエリアではゆったりとした生活をする人が多くなります次にそのエリアの歴史や文化も大きな影響を与えます例えば昔から商売が盛んだった場所では 人との付き合い方が上手な人が多くなりますまた自然災害が多いエリアではみんなで助け合うことが大切だと考えるようになりますこうした気候や歴史文化がそのエリアの人たちの性格や行動に影響を与え県民性という特徴が生まれるのですただし これはすべての人に当てはまるわけではなくあくまでも多く見られる傾向というだけですそれでは早速都道府県の県民性を見ていきましょう都道府県の県民性ご注意ください今から紹介する県民性はすべての人に当てはまるわけではありません あくまでもそういう傾向が多く見られるというだけです北海道の人北海道の人たちは明るくて人と仲良くするのが得意ですが時々粘り強さが少ないことがあります昔からの決まりごとにこだわらず新しいことを受け入れるため離婚する人が多いです 方言はあまりなく、ほとんど標準語に近い話し方をします。仕事ではみんなと協力するのが得意ですが、細かい計画を立てて進めるのは少し苦手です。青森県の人。青森県の人たちは努力家が多いです。冗談が好きで親切ですが。 夜渡りがあまり得意ではないことがあります特に津軽というエリアの人たちはお酒が入ると感情が高ぶりやすいと言われておりそのエネルギーがねぶた祭りを生んだとも言われています仕事に対しては一つのことに全力で取り組む姿勢が強いですが状況が変わるとそれに適応するのが少し苦手です 秋田県の人秋田県の人たちは忠実で冒険心があり我慢強い性格ですしかし自己表現が少し苦手で無口なこともあります無口というのはあまり喋らないという意味です派手なことが好きでお祭りや民謡が大好きです、また 秋田美人という言葉の通り、男の人も女の人も色白で、綺麗な顔立ちの人が多いですが、芸能界で活躍する人は少なめです。仕事に対しては真面目に取り組みますが、計画を途中で変えることがあるのが特徴です。岩手県の人、岩手県の人たちは、 冷静で粘り強い性格を持っていますが、少し控えめなところもあります。真面目で強い正義感を持ち、一度決めたことにはとても頑固です。仕事では、一つのことに時間をかけて丁寧に取り組む姿勢があり、粘り強さが特徴ですが、要領よく進めるのは少し苦手です。 宮城県の人。宮城県の人たちは堅実で根気があります。しかし、自己主張が少し弱い傾向があります。他の東北地方に比べて気候が穏やかなため、少し違った雰囲気を持っています。粘り強さもありますが、少し薄いかもしれません。 仙台は東北一の都会であることを誇りに思っており東北のリーダーとしての自覚が強いです仕事では時代の流れをうまく読みながら進めますが秋っぽいところもありマイペースでしっかりした一面を持っている人が多いです山形県の人山形県の人たちは 義理や人情を大切にする人が多いです堅実な性格を持っていますが時には完璧さを求めすぎることもあります勉強家で真面目ですが決して暗いわけではありません山形県の人たちは昔から関西との交流が盛んだったためかおせっかいな一面もあります 仕事に対しては与えられたことを確実に進める力がありますが独自のアイデアを出すのは少し苦手な人が多いようです福島県の人福島県の人たちは少し頑固で正義感が強く人情深い性格の人が多いです正直で真面目ですが時には生き方が 不器用なこともあります中通りや浜通りのエリアの人たちは東北地方の中でも南に位置するため明るく開放的な性格の人が多いです仕事では責任感が強くしっかりと取り組みますが自分をアピールするのは少し苦手ですそれでもしっかりとした一面を持っています 東京都の人東京都の人たちは周りの人と仲良くするのが上手です向上心が強いですが継続する力が少し弱いことがあります多くのエリアから人が集まっているため東京で生まれ育った人は少ないです親切さが少ないと感じることがありますが これは県民性というよりも人が多く集まることによる心理的な影響かもしれません仕事に対しては知恵を使って効率よく進めますが自分のやり方にこだわる傾向があります東京には大きなストレスを抱えている人がたくさんいます神奈川県の人 神奈川県の人たちは都市部の発展に伴って現代的で洗練された感覚を持っています特に横浜や鎌倉などの歴史と現代が交錯するエリアでは独特の文化やライフスタイルが形成されていますまた自然に囲まれたエリアでは穏やかで落ち着いた生活を楽しむ人が多いです 行動的で新しいことに挑戦する気質がありますが、個人主義が強いため、時には協力し合うことが難しいと感じることもあります。千葉県の人千葉県の人たちは、明るくとても好奇心があります。しかし、時には熱しやすく冷めやすいところがあります。 海に囲まれているため陽気で豪快な性格の人が多いです仕事に対しては良好な人間関係の中で自分の力以上の成果を出すことができますが秋っぽい一面もありますまた東京に近いことから東京の影響を受けつつも 自然をを大切にすするるライイフスタイルを持っていい人人が多いです埼玉県の人埼玉県の人たちは穏やかで実直な性格を持っていますが控えめなため少し地味に感じられることがあります都市近郊の内陸エリアとして穏やかで親切な人が多いです 仕事に対してはコツコツと真面目に取り組み組織の中で目立たずに無難に過ごすことを好む傾向がありますまた他のエリアに比べて目立つことをあまり好まないため安定した生活を大切にする人が多いです茨城県の人茨城県の人たちは 水戸の三っぽいと言われる誇りっっっっぽぽぽい、理屈っぽい、骨っぽいい骨気質を持っています。この「骨っぽい」というのは強い意志や頑固さを意味し自分の考えや信念をしっかりと持っているということです。また正義感が強く周りとの信頼関係を大切にしながらも。 時には自分の意見を押し通すことがあります。仕事では、良好な人間関係を築きますが、結果がはっきり見える仕事を好みます。栃木県の人栃木県の人たちは、勉強熱心で誠実な性格を持っていますが、時には少し堅苦しいと感じることがあります。 彼らは少しやぼったいけれど人がよくて飾らないという印象を大切にしています仕事に対しては安定してしっかりとこなすことができムラがなく一定の成果を出しますただし独自のアイデアや創造性に欠けることがあるかもしれませんちなみにムラとは 物事が不安定であるという意味です。群馬県の人。群馬県の人たちは。カカア天下と言われます。カカア天下とは。女性が家の中で強い権力を持ち。家庭をしっかりと仕切ることを意味します。群馬県の家庭では。妻や母親が主導権を握っていることが多いです。 群馬県の人たちは正直で人情に熱い一方で時々短気なところもあります仕事に対しては大きな挑戦をする勇気がありますがうまくいかないと早めに見切りをつけることがあります彼らは大胆な決断ができる反面状況が悪化すると撤退も早いのが特徴です また群馬県の人たちはまっすぐで誠実な性格で人との関わりを大切にしています新潟県の人新潟県の人たちは粘り強く慎重な性格な人が多いですただし時には決断が遅くなることもあります真面目で忍耐強く 他の人を押しのけるようなことはせず穏やかな性格が特徴です忍耐強いというのはたくさん我慢することができるという意味です仕事に対しては無駄のない着実な進め方をしますが仕事よりも家庭を大切にする傾向がありますまた積極性に欠け やや頼りないと感じられることもあるようです長野県の人長野県の人たちは義理がたく辛抱強い性格の人が多いですただ少し理屈っぽいところがあります議論を好む傾向があり真面目で執実豪健な一面を持っていますが 協調性がやや薄いことも特徴です「質実合健とは飾り気がなく誠実で心も体もたくましくて健やかであるという意味です仕事に対しては決められたことをきっちりとこなしますが臨機応変な対応が必要な場面は少し苦手です長野県の人たちは 伝統を大切ににしななががらも時には頑固なところがあります山梨県の人山梨県の人たちは忍耐強く勉強熱心でありながら計算高い一面も持っています学ぶことやビジネスセンスに優れており主従関係を大切にしますが 意外にに流行にも敏感です仕事においては職場で深い人間関係を築ければ成功する可能性が高いですが表面的な付き合いを嫌うため人脈作りは少し苦手です。このように自分の信念を持ちながらも慎重に行動する傾向があります。 愛知県の人愛知県の人たちは柔軟で堅実な考えを持っていますが計算高い面もあります特に名古屋の人たちは堅実でやや閉鎖的とされ流行に左右されず秩序を重んじる傾向があります仕事に対しては非常に熱心で 堅実に事業を拡大していく才能を持っていますがお金に対して強い執着を見せることもあります愛知県の人たちは計画的に物事を進める一方で慎重さを忘れずに行動します静岡県の人静岡県の人たちは 新しいものが好きで陽気な性格を持っていますが時には自己主張が強いこともあります開放的で適度に新しいものに興味を持ち前向きな姿勢が特徴です特に東東海というエリアの人たちは経済に敏感で素早い行動を取る人が多いです 仕事に対しては小さな事業を大きく育てる経営の才能を持つ人もいますがほどほどに仕事をこなすことに満足する人も少なくありません岐阜県の人岐阜県の人たちは粘り強く誠実な性格を持っていますが変化をあまり好まない傾向もあります。 初めて会った時には少し距離を感じることがあるかもしれませんが物事をしっかり考えた上で行動します仕事に対しては慎重に進める一方で時には「これくらいでいいか」と途中で妥協してしまうこともあります岐阜県の人たちは安定を大事にして確実に進めることを大切にします 三重県の人三重県の人たちは穏やかで楽観的な性格を持っていますが自分をアピールするのが少し苦手です穏やかで物事に対してあまりガツガツしないため落ち着いた雰囲気がありますガツガツしないというのは欲を出しすぎず 物事に対してあまり強引に行動しないということです。つまり、落ち着いていて、あまり急いだり、無理に何かを手に入れようとしない性格を持っています。物事を自分のペースで進めるため、周りに対して穏やかでゆったりとした印象を与えることが多いです。仕事に対しては、 真面目に取り組み自分なりのやり方で進めていきますが予想外の出来事が起きた時に対応するのが少し苦手なことがあります石川県の人石川県の人たちは辛抱強く向上心が高いですが時には消極的なところもあります 穏やかでのんびりしているように見えますが感情をあまり表に出さないため何を考えているのかが分かりにくいと感じることもあります仕事では人間関係を大切にし上司や同僚といい関係を築きますが自分から新しいアイデアを出すのは少し苦手です富山県の人。 富山県の人たちは勉強熱心で堅実な性格を持っていますが時には視野が狭くなることもあります室町時代から陰気で知恵があると言われており真面目で素直な生活を送りますが自分から他の人に積極的に理解を求めることは少ないです陰気で知恵があるというのは 簡単に言ううと、と暗いいい性格だけど賢いという意味です。またお金をしっかり貯める習慣があり自分の家を持つことが一人前とされており全国で最も大きな家を持つ傾向があります仕事に対しては非常に着実に取り組みますが用心深さが強すぎることもあります。 福井県の人福井県の人たちは才能があり粘り強いですが人との付き合いが少し苦手なこともあります新しいことに興味を持ち柔軟な考え方をする一方でお金の使い方が上手で貯金を大切にする人が多いです仕事に対しては 情報をよく知っていて商売が得意ですが時には自分の利益を優先することもあります福井県の人たちは新しい挑戦をしながらもお金を大切にする生活を送っています大阪府の人大阪府の人たちは陽気で個性的な性格を持ち ユーモアや情に熱い一面があります現実的で見えや格好を重視するよりも実際に役立つことを大切にします計算高いところもあり物事を金銭の損得で考えることが多いですがその中でも温かい人間関係を築くのが得意です仕事に対しては 誰に対しても本音で対応し全力で取り組みます大阪には個性豊かでユーモラスな人が多く独自の文化が根付いています京都府の人京都府の人たちは勉強熱心で美しいものに対する感覚が鋭いですが新しいものを受け入れるのには慎重で 少し閉じこもりがちなところもあります個人主義的都会的な性格で穏やかで丁寧な言葉遣いをするものの本当に心を開くのは難しいことがあります仕事ではユニークなアイデアを生み出す力がありますが自分の能力を高く評価しすぎて周りと協力するのが苦手なこともあります プライドが高く強い個性を持っています奈良県の人奈良県の人たちは自立心が強く穏やかな性格ですが少し消極的なところもあります他の人を押しのけることなくのんびりとした雰囲気で相手の動きを待つことが多いです 成功するると住居にお金をかけるため、奈良の建て倒,倒れという言葉は奈良県の人たちが成功すると住居に多くのお金をかけることを指しています家を建てるために費用を惜しまないあまり他の部分にお金が回らなくなることを表現しています これは、奈良の人たちが住居に対して強いこだわりを持ち、その結果として家に多くのお金を費やすことが多いという特徴を示しています。仕事に対しては、大らかで周りの人のいいところを引き出すことがありますが、自己流にこだわりすぎる傾向もあります。受け身であることが特徴です。 兵庫県の人兵庫県の人たちは柔軟で好奇心が強いですが控えめなところもあります特に播磨というエリアに住んでいる人たちは明るくて豪快な気質が特徴です仕事に対しては人当たりが良くうまくこなす能力がありますがのんびりした性格で あまり野心を持たない傾向があります兵庫県の人たちは穏やかで適応力がありながらも目立たずにマイペースで過ごすことを大切にしています滋賀県の人滋賀県の人たちは勉強熱心で柔軟な考え方を持っていますが時には自分のアイデアに固執して 独走することもあります。近江商人のモットーである三方よしは自分によし、相手によし、世間によしという意味です。取引において、お互いに利益をもたらすことを大切にしています。三方よしは簡単に言うと、自分、相手。 社会にとっていいことを考えるという意味です彼らはあまり贅沢をしません中流意識が高く建て前にとらわれず柔軟に対応します仕事では新しいものに敏感で工夫をして取り組む一方で自己中心的な面が見られることもあります和歌山県の人 和歌山県の人たちは楽観的で穏やかな性格を持っていますが時には自分のやり方にこだわることがあります南部の人たちは明るく親切で人付き合いが得意で北部の人たちは都会的で行動が早いです仕事に対しては明るく楽しい雰囲気を作るのが得意ですが時々 調子に乗りすぎて自分勝手になることもあります岡山県の人岡山県の人たちは明るく堅実ですが計算高い一面もあります前向きで楽観的ですが時には調子が良すぎると言われることもあります彼らは物事を効率的に進めることを好み 奸役家が多いとされています仕事に対しては非常に熱心で何事もストレートに考える傾向があります岡山県の人たちは現実的でしっかりとした性格が特徴です広島県の人広島県の人たちは明るく楽観的で 遊びやお酒が好きな傾向があります。人情深い性格ですが、時にはそれが行き過ぎて批判されることもあります。仕事に対しては、気が乗った時に抜群の行動力を発揮しますが、責任感はほどほどで、あまり深く追求しないこともあります。広島県の人たちは、 周りの人と仲良くするのが上手です明るい性格の人が多いですまた自由な考え方を大切にしています鳥取県の人鳥取県の人たちは純粋で辛抱強いですが少し積極性に欠けるところがあります はっきりとした県民性はないとも言われますが人情深く味のある人が多いです仕事に対しては目立たないところで堅実に努力を続けて成功する人もいますが多くの人は目立たずに終わることもありますまた鳥取県の人たちは商売があまり得意ではないと言われていますが それを実感することもあります。島根県の人島根県の人たちは、優しくて親切ですが、新しいことに慎重で、少し控えめな性格を持っています。口数が少なく、我慢強いところがあります。口数が少ないというのは、あまり喋らないという意味です。 鳥取県の人たちと似ていますがエリアの結びつきが強く信仰心が深いです仕事に対しては真面目でいい人ですが人見知りしやすく職場に慣れるまでに時間がかかることがありますそのため最初は少し親しみにくいと感じることもあります山口県の人 山口県の人たちは自分をアピールしたい気持ちが強く上を目指す意欲がありますが何事も自分のやり方で進めようとすることがあります仕事に対しては褒められると期待以上の力を発揮しますが口うるさいところがありそのため職場で孤立しがちです山口県の人たちは 個性的で自己主張が強い人が多いです他の人と仲良くするのが少し苦手なところもあります徳島県の人徳島県の人たちは人情深く勉強熱心ですが慎重すぎて積極的に行動することが少ないことがあります徳島市では 大阪に近い影響もあり商売が得意で勉強熱心な人が多いです個人主義的で自分にも他の人にも厳しい性格ですまた徳島では女性が働くことが当たり前とされています仕事に対しては熱心で一定の成果を期待できますが 独自のアイデアを出すことは少ないです。香川県の人香川県の人たちは明るく協調性が高いですが、時には周りに合わせすぎることがあります。堅実で教育熱心な面も持っています。仕事に対しては職場での協調性が高く、 うまくチームで働くことができますが相手が自己主張を強くしすぎると反発する傾向があります香川県の人たちは他の人とのコミュニケーションを大切にしつつも自分の考えをしっかり持っていることが特徴です愛媛県の人愛媛県の人たちは順応性が高く 真面目な性格を持っていますが、時には決断力が弱いと感じることもあります。おっとりとしたマイペースな性格で、他の四国の県と比べると特徴が捉えにくいところがあります。保守的で変化を好まない傾向があります。仕事に対しては、思いついたことはすぐに行動に移しますが、 大事なことに対しては慎重になりすぎることがありますまた人と接するのは得意ですが言いたいことをうまく伝えられないこともあります高知県の人高知県の人たちは豪快でまっすぐな性格を持っていますが時には反骨精神を表に出すことがあります 高知県の人を表す、イゴッソーという言葉があります。イゴッソーとは、強引で頑固で一途な性格という意味です。仕事に対しては、リーダーシップを発揮して強引に進め、成功を収めることが多いです。しかし、他の人の指示の下で働くと、上司に対して批判的になることがあります。 最初はとっつきにくいですが、親しくなると頼れる存在です。福岡県の人福岡県の人たちは、開放的で明るく、時代の流れに敏感で、目立つことを気にしません。福岡はタレント王国とも呼ばれ、芸能人が多いことでも知られています。 仕事に対しては人情深く職場で良好な人間関係を築くことが得意ですが遊び好きな一面もありますまた自分の意見をしっかりと主張し他の人にも遠慮せずに意見を伝えることができる性格が特徴ですただし粘り強さに欠けることもあります 佐賀県の人佐賀県の人たちは律儀で勉強熱心な人が多いですただし控えめであまり融通が利かないところもあります昔このエリアの偉い人で山本常友という人がいましたその人が書いた「葉隠れ」という有名な書籍には 武士道ととととは、死ぬことと見つけたり、りいう言葉があります。武士の行動規範や美徳を表すもので命を懸けて忠義や責任を果たす覚悟を持つことが重要だという意味ですこのエリアに住む人たちの精神を象徴しているのかもしれません仕事に対しては組織を大事に考えて 上司を立てることを大切にしますが新しいアイデアを生み出すのは得意ではありませんそれでも親切な人が多いエリアです長崎県の人長崎県の人たちは陽気で楽天的ですが長期的な夢を実現するという発想には少しかけるところがあります 九州男児のイメージとは異なり開放的でせかせかしない性格が特徴ですせかせかというのは忙しく動きき回って落ち着きがないといとう意味です。またエキゾチックな見た目の人も多く江戸時代から外国人との交流があったため好奇心が強く 開放的で親切な人が多いと言われています。仕事に対しては、情報に詳しいものの、他の人をサポートする面ではあまり得意ではありません。大分県の人大分県の人たちは、柔軟で正直な性格を持っていますが、物事にじっくり取り組むのは少し苦手です。 地味でぶっきらぼうですが、内面は暖かく、誠実です。方言の特徴として、語尾に茶をつけることが多いです。例えば、「約束は明日だ。」という標準語は、「約束は明日茶。」もしくは、「約束は明日ち。」となります。女性はしっかりしている。 姉御肌の人が多く男性はのんびり屋が多いとされています仕事に対しては細かい工夫が得意ですが人見知りで付き合いが少し苦手なところもあります熊本県の人熊本県の人たちは強くて正直で律儀な性格を持っていますが 自分の意見にこだわることが多いです頑固で男性的な一面があり自己主張が強いことが特徴です仕事に対しては上司をしっかり立てて堅実に進めますが時には自分の意見を押し通しすぎることもあります熊本県の人たちは強い信念を持ちながらも 誠実でまっすぐな性格が際立っています宮崎県の人宮崎県の人たちは歴史的な背景やエリアごとの風土の違いから単一のイメージで捉えることが難しい多様な特徴を持っています一般的に穏やかで思いやりがあり 親切で優しい人が多いとされていますが控えめで競争心に欠ける一面もあります男性はのんびりとした性格が多く見られる一方女性は活発で行動的な傾向があります仕事においては周りの人たちとうまく仲良くしながら堅実に取り組む姿勢が特徴的ですが 新しいアイデアを考え出すことはやや苦手とされていますこのように宮崎県の人々は多様性に富み温かく思いやりのある性格が魅力となっています鹿児島県の人鹿児島県の人たちは強くて開放的で誠実ですが時には情熱的になりすぎることがあります 彼らは細かい理屈よりもまず行動することを大切にする性格が特徴です。新しい時代の流れを敏感に捉えそれを現実にする力が強いです。仕事では人を上手に使い優れた人材を引き立てるのが得意ですが正直すぎるため自分を売り込むのが苦手になることもあります。 非常に仕事熱心な人が多いエリアです沖縄県の人沖縄県の人たちは陽気で外交的で大らかな性格が特徴ですしかし上昇志向に乏しい面もあります物事を突き詰めて考えず適当なところで折り合いをつけることが多いです 仲間うちで助け合合い、い合う傾向がありますストレスがたまりにくく居心地がいいですがややルーズで厳しさに欠けることもあります仕事に対する姿勢としては趣味の延長のような仕事には思わぬ力を発揮しますが全体として仕事に対する熱意は低いです。 心が温かい人が多いです。日本47都道府県の県民性はいかがでしたか今後の動画制作に生かしますので、感想をぜひコメント欄から教えてください。それではまた、別の動画でお会いしましょう。